はい、毎度皆さんこんばんは、リョウ松本です。今日は皆さんに一つご報告というか、向かいありがたいことにですね、再就職先が決まりまして、3月1日から働き始めますと。はい。で、まあ、どんな何すんのってとこなんですけど、セレクトショップ、長野にあるセレクトショップの店長候補として正社員で入ります。まあ約半年くらい研修というか、まあ試用期間みたいなのがあって、その後にもう店長みたいな感じです。なので、ゆくゆくはね、僕セレクトショップの店長になるわけです。じゃあ、なんでね、そこの就職先にしたかっていうと、僕には結構前から、だいぶ前だね、心に秘めていた、まあ、やりたいことというか、まあ、夢というかがありまして、それは僕はすごいね、服が好きなんですね。あんま言いたくないんだけど、服が好きで、すごい。で、ゆくゆくは今のところ考えてるのは、自分のお店を持つか、あるいはゆくゆくはね、僕は自分のブランドを持ちたいんですよ。しっかりしたブランドを持ちたいで、っていう夢があって、それに一番どういう道を選ぶのが、そこの目的に対して、近道かって考えた時に、近道というかどの道をこう選択すべきかって考えた時に、そのセレクトショップの店長っていうのはめちゃくちゃいい経験になるし、言うたら、もし仮に自分のお店開くとしても、そこの業務って、まあそこ独立者としても、もうだいぶそこのセレクトショップの店長っていう業務はすごい生きると思うし、その先のね、ブランドを作る、自分のブランドを立ち上げるっていう時にも非常に生きてくると思ったんで、なのでそこを選びました。じゃあ、なんで例えば大学卒業の時にそこの方に一歩踏み出せなかったかっていうと、やっぱまず一つはお金とか給料とか社会的なステータスとかで、どうしてもそのね、大手志向っていうかっていうのがあって、他のと、あとは言うたら、その僕が目指してるその服飾業界というか、アパレル業界というか、ファッション業界ってめっちゃ不安定というか、安定した職業ではまずないんですよね。で、なおさら自分のお店を立ち上げる、自分のブランドを立ち上げるってなったら、それはまあ一般的に考える安定ではないですよね。だって毎月決まった給料が入ってくるわけではないですから、確実に食っていけるかどうかっていう観点からしたら不安定だと思うんですよね。なんで、そういう風な選択をすることに対してのちょっと恐怖心というか、まあビビってたっていうのもあるんですよね。ただ1年間ね、そうはいえ、働いてみて思ったところっていうのとが、まあいろいろあって、まあ辞めた理由しかり、じゃあ僕は自分がこう人生の中で何を成し遂げたいんだっていうことを本気で考えて、ってか考える、まあ答えは自分の中にあって、やるかやらないかっていう決断をするかしないかだったんですけどね、僕の場合。結局やるかやらないかで、僕は今回やるっていう、そっちの方向に一歩踏み出そうっていうふうに決めたんで、そういう再就職先としてはそういうとこになりましたと。だから本当に僕はあらゆるものを捨てて、そこに向かっていくということに決めました。やらぬ後悔よりもやった後悔ということでね、そっちに行った道で、まあ、なんかがあって、もしかしたら将来的には変わるかもしれない、それ十分あり得るけど、
でもこのまま、まあ、ある意味ではレールに沿った一般的に安定した道を行くよりは、自分の人生で限られた時間の中で何をやりたいかってなった時に、僕はそっちの方に行くっていう選択肢を取りました。なので安定も捨て、学歴も捨て、給料も捨てってかね、うん、お金とかもうどうでもいいかな、正直今はそんな気持ちでいますとか言って、まあ困窮したらそんなことも言ってられないんだろうけど、でも今は、うん、そういう気持ちでいて、真剣にそっちの方に踏み出すという決意をしました。はい、今日も見てくださってありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。では。